皆様どうも、こんにちは。本日はですね、ここにね、題材を一つ持ってきたんですけれども、この写真ですね、こちらの成形写真のうち、このですね、公害かぶりをここ起こしているんですけれども、まあ、その補正方法について紹介していけたらなというふうに思います。で、まあ、静野写真の方ではね、グラデーションマスクとか、そういうのを使って、補正していくわけなんですけれども、まあ、成形写真の場合どうするかというところですね。グラデーションマスクとか使うとね、どうしてもこの地上景色の部分まで、まあ、色が変わってしまうので、まあ、ちょっとですね、変わったやり方が必要になってきます。まあ、ただし、補正はね、ある程度はできるんですけれども、あまりやりすぎてしまうと不自然になりますし、まあ、ちょっとうまくいかない場合もありますんで、その点に関してはですね、自分でいじってみて、まあ、パラメーターを調整してみて、で、取り入れるか取り入れないかっていうのは、まあ、各自の判断というか、まあ、そういうところも必要になってきます。で、ちなみに使うソフトはですね、Photoshop Elements を使います。まあ、僕はね、もう CC を持っているので、特に Elements を使う必要はないんですけれども、ただまあ、入手のしやすさとね、安さというか、コストパフォーマンスの良さという意味で、今回はですね、Photoshop Elements でもここまでできますよということで、こちらの Elements を使った説明をいたします。ということでね、それではよろしくお願いいたします。で、まず最初にですね、これはですね、静野写真の方でもそうなんですけれども、まあ、まずどれぐらい被ってるかというのを見るにはですね、レイヤー新規調整レイヤーで、色相サイドっていうのをよく使いますね。で、これで OK を押してもらうと、で、チャンネルマスターの状態にして、このサイドをですね、100にします。そうするとね、こんな感じで、すごくカラフルな画像になりますね。まあ、カラフルにはなるんですけれども、この赤いやつっていうのはね、ほとんどノイズです。このブツブツとしたのはこれノイズですね。で、一方で、こちらの下の黄色の方なんですけれども、これがですね、いわゆる公害かぶりと言われるものです。ここら辺の低空がね、ちょっと黄色っぽくなってるんですけれども、これがですね、光害ですね。光に害と書いて、光害と読むんですけれども、まあそちらになります。で、低空がよくこういう風に黄色くなったり、あるいはここら辺にね、雲があるんですけれども、その雲がこの光害のね、この光を反射して、やや黄色くなるというような現象を引き起こします。まあこれをですね、今から補正していこうというところなわけですね。で、一旦ですね、こちらのレイヤーは目の部分を左クリックして、でこれでオフにしてやります。で、まあ、こっちの方がね、よりどれぐらい光害があるかっていうのがわかりますよね。で、まあ、それでまず確認した後、次にですね、この背景、これをですね、複製します。まあ、名前は何でもいいんですけど、とりあえず複製しておきます。で、そしたらですね、選択を使うんですね。いわゆる投げ縄ツールっていうのを使って選択してやるわけです。で、今回はどの部分を選択するかなんですけど、雲がなければね、この下の方だけちょっと選択すればいいんですけど、まあ、ここら辺のね、雲もちょっと取り入れてやりましょう。まあ、どれぐらいにしますかね。こんな感じでちょっと選択してみます。で、これで、上の方は選択が終わりました。で、あとはですね、こう外周をぐるっと囲んでやればいいわけですね。で、こういう風にぐるっと囲んでやると、このようにですね、今選択された状態になっています。ただし、ただいまですね、ぼかしをゼロにしましたんで、このまま調整をかけてしまうとね、この境界っていうのが、つなぎ目っていうのがね、明らかに浮いてしまって、とても不自然な感じになります。なので、この境界線を調整っていうところを左クリックして、ここのね、エッジを調整っていうのがあるんですけれども、このパラメーターをいじります。他に関してはね、いじるところはありません。で、このエッジを調整のこのぼかしの部分ですね。これをおおよそですね、70ピクセル前後にしてやります。まあ、今の場合 68.5 ぐらいでいいですかね。ここら辺に関してはね、特に決まった値っていうのはなくて、まあ70ピクセル前後と考えていただければいいかなというふうに思います。で、このように、ぼかしをかけた状態で OK をですね、選択します。で、これで、ここで画質調整のカラー、色相サイドというものを選ぶわけですね。で、今ですね、これマスターになってますけれども、これをですね、今黄色系を補正したいので、イエロー系を選びます。
で、イエロー系を選んで、このカラーピッカーツールっていうのがあるんですけどね、このプラスの方です。このね、スポイトのね、プラスの方を左クリックします。そうして、で、ここで右クリックしてやると、5ピクセル四方か3ピクセル四方の平均っていうのがありますんで、どちらかを選んでやります。まあ今5ピクセルにしましょうか。で、それで、このね、画面上というか、この画像上で左クリックしていって、まあ、カラーをピックアップしていくということをやるわけですね。で、ただしですね、この木の部分選んだらダメで、空の部分を選んでください。光害かぶりを起こしている部分をこのようにですね、クリックして選んでいくということをやります。で、空のうちですね、まあ、数点選んでやっていきます。このようにですね、選んで、いくつかですね、カラーをピックアップしてやるということをやるわけですね。で、そのピックアップが終わったらですね、このサイドの部分をいじります。で、サイド100にするとですね、このように、この部分だけですね、真っ黄色になりました。で、逆にこのサイドをね、0、マイナス100にしてやると、このようにですね、下の方がほとんどですね、白黒になってしまいました。なので、これ調整が微妙に必要なんですよね。今の場合は、マイナス40ぐらいにしておきましょうかね。まあ、これでもちょっと下げすぎかなっていう感じはあるんですけれども、まあ、これぐらいにまず下げてみます。まあ、ここに関してはね、後々調整する方法があるので、とりあえずマイナス40、もうちょっといくか。マイナス45ぐらいにしておきましょうかね。で、同時にですね、この明度っていうのもあるんですけど、これも下げていきます。まあ、あんまりこのように下げすぎると、下の方がやっぱり白黒っぽくなってしまうので、まあ、明度の方はね、あまり下げすぎない方がいいですね。マイナス15ぐらいにしとこうかな。今回の場合は、これぐらいにしておきます。で、これでですね、OK をしてやると、このようにね、この光害の部分が補正されるというところです。でもう選択範囲は解除してもいいので、解除しておきましょう。で、それでですね、先ほどの色相サイド100ですね、これをオンにしてやると、どういう風な違いがあるかというところですね。これはね、まあ、完璧には補正しきれてないんですけれども、まあ、光害を補正した後ですね。で、こっちが前です。で、こっちが後、前、後、前、あとということで、まあ一応ですね、ここら辺の黄色っていうのが、ある程度ね、このように緩和されたかなというところです。まあもちろんここら辺はまだね、残ってるんですけど、あんまりここら辺のね、光害を完璧に消しても、それはそれで少しね、不自然な感じが残りますんで、ある程度ね、残しておいた方がいいかなというふうには思います。で、これでね、色相サイドでこのように様子を見ることもできますし、で、まあね、この画像の方でこういう風に見ることもできます。元の画像がこんなんだったのが、補正した後はですね、こんな感じになっています。まあ、だいぶね、この黄色が取れたかなという感じがしますよね。これが、補正する前、これが補正した後というところです。で、ただしですね、ちょっとね、今の場合、消しすぎたかなっていう感じがあるので、その場合はですね、この不透明度で少し調整してやります。不透明度を、100% の場合は、今ですね、前の画像が全部出てるんですけれども、0にするとですね、後ろの画像になります。で、この間のパーセンテージを調整してやることによって、後ろのですね、光害かぶりを、まあ、幾分かですね、残してやるということですね。まあ、それで、微妙な調整をしていきます。今の場合どれぐらいにするかな。75% ぐらいにしておきましょうか。これぐらいですね、後ろの画像を、まあ、透かしてみせるというとこですね。で、これをね、オフにしてやったら、もともとこんな感じだったのが、上にですね、こちらの補正したやつを載せると、まあ、こんな感じというところです。で、この状態でですね、さらに何ができるかっていうと、まあ、レイヤーでですね、新規調整レイヤー、色相サイドというものを選びます。で、このサイドを上げるとですね、まあ本当はね、星マスク使ったの方がいいのかもしれないですけど、ここら辺のね、星の色ですね、こういう星の色をですね、もっと上げてやるということですね。とりあえずチャンネルはマスターにしておいて、サイドをですね、まあ少し上げてやります。で、20とか25ぐらいまで上げるかな。本当はね、マスクとかも一緒に使った方がいいんですけど、でもまあ今の場合はね、ちょっとまあ簡単のため、単純に色相サイドで上げています。で、これでですね、上げてやると、元のですね、こちらのまあサイド上げる前と比べて、ここら辺のね、色とかがね、ちょっと出てきたかなというふうに思います。で、これをですね、光害かぶりの補正なしにやってしまうと、
ここの下の方がね、マッキーキーになってくるわけですね。で、かなりですね、その郊外かぶりというか、それがですね、前面に浮き出てきて、すごくですね、汚らしい印象を受けるというのがわかると思います。なので、あまりにですね、このサイドを上げたい場合に、郊外かぶりが目立つときに、まあちょっとこの補正をかけてやるというところですね。で、この不透明度で、微妙にやっぱり調整しながら、まあこれぐらいにするかなとか、いやもうちょっと残してもいいかなとかね、そういうのを調整しながらやっていきます。まあ今の場合どうかな ?80% これぐらいにしておくかな、これぐらいにすると、まあ元のね、補正が全くない場合に比べて、まあややですね、ここら辺の、まあ、色は落ちてるかなと、その郊外の色は落ちてるかなというふうには思います。で、これがですね、まあ、一応郊外かぶりの、補正方法というか、これはですね、完璧な方法ではなくて、ある程度っていうところに留まるんですけどね、本当にこう 100% 補正できる方法ではないので、その点については注意してください。これはね、ちょっとだけ取るっていう、まあ、そんな感じの方法になります。で、このね、郊外かぶりの方法ね、まあ、使おうと思えば使えるんですけれども、弊害もありまして、あんまりやりすぎるとね、当然不自然になります。あまりに完璧に補正してしまうと、後ろのですね、この空気感っていうのがね、ほとんどなくなってしまって、ここら辺の空気感っていうのがほとんどなくなってしまって、まるでですね、合成したかのような、そういう写真になってしまうので、やりすぎは、まあ、厳禁かなというふうなところがあります。まあ、ある程度はですね、郊外かぶりも、なんていうかな、こう、写真っていうのは、真実を写し取るものというふうに言われてますので、あまりその補正をしすぎるとその真実からね離れていってしまうというふうなことは思っていますね。本当はね、僕もですね、この郊外かぶりなんて、ない方がいいとは思ってるんですけれども、でもなんというのかな、そう、ある意味ね、その訴えかけというか、ここにはね、こんだけの郊外がありますよ、みたいなね、そういう訴えかけをする意味でも、あまりにこう完璧に取りすぎるっていうのは、僕はですね、ちょっとやめた方がいいかなというふうには思ってますね。もちろんできなくはないんですけれども、やろうと思えばもっとね、もっともっと煮詰めることもできるんですけれども、最終的な仕上がりとかね、そこら辺とも相談して使っていった方がいいかなというふうには思います。まあ今の場合ですね、これちょっとね、元々サイドを上げすぎですね。カメラのね、ノイズがすごく多いので、単純にこのようにサイドを上げていくと、ここら辺のバックグラウンドがね、ノイズだらけ、そのノイズの色が浮いてしまうので、まあ、ちょっとね、この処理は、この画像の場合は、NG かなって感じはあるんですけどね、そもそもね、そんなところもあるんで、最終的にね、自分がどういう画像を出力したいかとか、自分の使ってるカメラね、そちらの、まあ、性能とも相談しながら、随所で、まあ、使っていくという形にした方がいいかなとは、僕は思っています。ということで、本日はですね、ここら辺の郊外かぶりですね、こういった、かぶりですね、この黄色くなるようなこのかぶりをですね、まあ、補正する方法というものを紹介いたしました。その補正自体はね、Photoshop エレメンツを使えば、まあ、比較的簡単にできるにはできるんですけれども、まあ、適用するときはね、考えながら適用された方がいいかなというふうには思います。それでは、本日は、これぐらいで終わりたいかなと思います。ここまでご視聴くださった方、どうもありがとうございました。それでは失礼します。さようなら。